本小松石、青梅材本小松石とは、神奈川県足柄下郡真鶴町、岩地区で産出される安山岩である。香川県の味石、岡山県の万世石と並んで、最高級品の一つとされ、日本の名石としてブランド化されている。皇室をはじめ、徳川家や北条や源頼朝など、歴史上の人物の墓石にも使用され、 古くから親しまれている。近年は採石場の確保が難しいこと、量産体制を確保することができないことなどから供給不足の傾向にある。本小松石の特徴は気候や温度によって石の表情が変わり、年月を経ることによって風合いが増すところにある。原石の状態では表面が酸化石摘褐色であるが、研磨することにより緑がかった灰色で独特な円を、 持った肌が出てくる。吸水率マイナス1.073%比重マイナス2.62トン立方メートル圧縮強度マイナス195ニュートンマイメートル日本小松石は約40万年前に箱根火山の噴火により流れで多様岩が海に押し出されて急速に固まって形成された安山岩石である。真鶴町の旧岩村にある小松山から採石されていたため 小松石と名付けられたと伝えられる。真鶴以外の産地の石にも、小松のようにその名が付けられることから、真鶴原産の小松石は特に、本小松石と呼ばれるようになった。採石は、方言平時の乱語で、源頼朝が鎌倉に幕府を開くと、鎌倉の都市建設のほか、寺や城の建造のために、耐久性、耐火性に優れた本小松石が使用されるようになった。 江戸時代になると、江戸城の石垣の建造や徳川家大大の破壊種にも使用された。特に黒田藩は本小松石を多く産出し、真鶴町の再燃時には黒田長政を検証する供養塔や仙台石膏の石踏みなどが混流されている。石材としての本小松石は大きく大トロ、青目材、赤混じり、赤目材の四つに分類される。種類によって、値段、色合い、 色合わりの速さなどの違いがある。http://yug-awarasekizai.com スラッシュ本小松石を、産地の価格で湯河原石材2017年1月21日、閲覧 http://www.tatsunoia-s tone.co.jp スラッシュブランドスラッシュ小松スラッシュ本小松石から石の竜の家2017年1月21日閲覧 https コロンスラッシュスラッシュ bos eki dash connect.com スラッシュレポートスラッシュ1スラッシュ小松石でお墓を建てるときにしておくべきこと2017年1月21日閲覧 ありがとうございます。